横峯桜、宮里美香、日賀マミコチームが3位に。過去には宮里愛、横峯桜、宮里美香、日賀マミコチームが3位に。米女子ツアーが11日。2023年に国、地域別対抗戦のインターナショナルクラウンの開催を発表した。期間は来年5月4日。場所は米国カリフォルニア州サンフランシスコの TPC ハーディングパークで行われる。 同大会の開催は実に5年ぶり。記念すべき第1回大会は2014年に米国開催でスタートし、スペインが優勝。この時、日本チームは宮里愛、横峯桜、宮里美香、比嘉、マ美子の4人が出場して3位に入った。当時、出場資格を得ながら森田理香子が辞退し、この記事についてネット上では様々な声が上がっています。世界ランキングは、 それまでこなしてきた多数の試合の成績をもとに、結果を淡々と評価されているので、各選手の平均的な力量は、ほぼランキングの通りと言えると思う。ただひねこさんの場合、非ランキング的というかランキングで表現されにくい要素を多分に持っている選手と思う。意外性というか、特殊性というか、野球で言えば9回裏、逆転満塁ホームランを期待させるようなところがある。プレイスタイルにしても、 一般の選手とはちょっと違って、ギャラリーとの交換がある楽しそうなゴルフをする。極め付きは何と言っても、日本の女子選手が他に誰もやっていない独特のスイングをしていることである。こうして見ると、本当に唯一無二の選手だと思う。来年の5月初めに団体戦がアメリカであるとのことで楽しみですが、現実的には日本の L パーフェクトグレード A で戦う選手は、同じ時期に、 メジャーのサロンパスがあると思いますので、USL パーフェクトグレード A に参加している選手が、参加の対象になるのではと思います。畑岡、古江、佐藤、支部の各選手、今の世界ランキング順位に劣機に加えて、今年のキューティに参加予定の勝ち。西村、両選手あたりが候補に上がってくるのでは、個人的には、一押しの佐藤選手が、 仲良しの支部の選手とのペアリングでラウンドして欲しいと思っています。また、畑岡、古江良選手もプレイスタイルからして相性がいいのではと思います。今の国別の状況では大工場はアメリカ、韓国あたりではいずれにしても楽しみが増えそうです。笑い。オリンピックの選手選考と同じで常味が挟まる余地はない。ただ、いくつかのポイントがある。一応オリンピックほど選手の参回欲をかき立てる試合なのか。 日本国内では、同時期に、公式戦のサロンパスが開催。国内を主戦場にする選手にとり、公式戦よりも参加する魅力。賞金、メルセデスランキング海外で対象になるのは、メジャーだけなど、あるのか。3国内に比べ、コースセッティングや芝室など違うコースですぐ対応できるのか。前回の成田、比賀選手は対応できなかった。ただ、前回と大きく違うのは、誰がメンバーになっても。 海外勢と越して戦えるメンバーということ、それだけ若手選手のレベルアップが著しいということでもある。日本選手の7番目では、ほぼ不可能と言っても良い。他の選手3人ほど出場辞退するか、または、ランキング決定までに3、4試合あると思うので、最低1試合は優勝し、他の試合も2、3位以内に頑張れば、他の選手の成績次第ではあるが、4番目に上がると思うが、 少しどころか難しいと思う。つまり、今の渋野では、日本を代表することはできないということです。出場は、間違いないとして、米国での開催となると、西村、両選手を含めた、米国ツアー参加選手の中のランキング上位4人が出場すればよいかと。数はともかく、質的には、隣国と10分張り合える状況になってきていて、優勝も夢ではなく、大いに期待したい、 来年の5月第1週は、国内ではメジャーのワールドレディス、サロンパスが開催される時期、国内組は辞退する可能性は高い。米ツアー参戦組から選ばれる可能性は高い。畑岡、古江、佐藤、渋野が濃厚だけど、西村、勝ちが今年の QS で20位内に入れば勢力図が変わる可能性あり。まあ、誰が代表になるかは、 畑岡選手以外はまだわからないのでは。今季の残り試合と、来季の4月2日時点までのポイントということは、米ツアーはメジャーのシェブロンまでということですよね。常識的に考えて、ポイントの高いベイツアーの選手の方が有利でしょうね。まあ、それ以前に日本が上位8チームに入れるよう各選手には頑張ってほしいです。個人戦なら、半投票での選考もあり得るとは思うが、国別対抗戦の、